こんにちは、ひろゆきです。2024年、またオートバイの撮影に戻ってきました。今日はやすし君に借りているトルクレンチをお返ししに行っています。 YouTube ライブと二元中継です。今日は自分の車両をちょっとね、車庫に置いてたので、そこから引っ張り出してですね、バイクに乗っているわけです。YouTube ライブとの二元中継ということで、 YouTube のライブの方には音声入ってないんですけど、ちょっとねシートの後ろにくくりつけてるからね、トルクレンチをなんか落とさないようにコーナーを曲がりながら、ちょっと心配になってくるけどね、落とさないようにリュック被ってくればよかったんですけど。はい、今日はねスライダーをつけました。エンジンスライダー、またどこかで動画で愛車紹介などできたらその時お見せしますわ。インスタの方ではね上げてるんですけどね、オーバーのエンジンスライダー、あ、通称あのツーリングの疲れた時の足置き、まあひっくりこけて初めて効果を発揮する、なるべく使いたくないアイテムというわけですわ。今日はねちょっと中着込んだんですけど、ちょっと暑いね。今 YouTube ライブも撮っています。ひろゆき Z です。久しぶりにねバイク乗ったんですけどね、なんかあれですね、なんかぎこちないね、ぎこちない。なんか久々に会った、なんかあれだ、人とこうぎこちない会話をしているような、なんか そんな感じですね。なんか久々に乗るとねやっぱそうなっちゃうね。なかなかね慣れるまでに時間がちょっとね必要かなと。でもやっぱなかなかないい感じで走ってくれますね、この車両がね。大したもんですわ。今日もね自分が手を加えて、ちょっとねまたアイシャドウアップみたいな、よくわかんねえけど、今日はね氷道製のブーツを履いてるんですけど、これ軽くてねすごくいいんですよ。なんかこう履いてないような感じがする、なんか気持ちいい。なんかダイネーゼと全然違う。はい、ひろゆき Z です。 YouTube ライブ配信と、同時撮影ということなんですけど、やすし君からコメントで、ブレブレってスマートフォン前に向けてるんですけど、前に向けてこうずっと撮影してライブ配信してるんですけど、ブレブレ、だからメーターのところにピントが合ってて、多分その他のところがこう歪んでるから振動でメーターにピント合わせようとしてブレるんだろうな。ダメだこれ。今日も YouTube ライブ失敗でしたという回を、わざわざ自分の方をアクションカムを向けて撮影しているという回なんですけど、まあ、なんていうんですかね、すいませんね、こんなの付き合ってくれてありがとうございます。今年ねボトブルがちょっとあんまり取れるか分かんないけど、
まあ、撮れる時は撮りたいですね。なるべくなんか走行シーンよりなんか面白いところを撮っていきたいなとは思うんですけど、YouTube ライブ配信またもや失敗なんで、ちょっとこれ困ったなと。横画面にしたところで解決しないけど困ってましたね。ソニック、YouTube のライブ配信と、アクションカブでの YouTube 撮影を同時にやってるひろゆき Z ですけど、今日も失敗に折れましたね。風切り音がすごいのと、もうブレブレ。スマートフォンはやっぱダメだ。スマートフォンはやっぱスマートフォンの役割っていうのがあるわけで、やっぱりこういう、なんていうんですか。ね、車両に取り付けてこう撮影するっていうのはちょっと難しいみたいですね。ということで今日も大したモトブログが撮れなかったっていうことですけど、スピード違反しなくなるじゃないですか。それメーター見えてるからね。それもライブだからもう証拠がすごい残ってるんで、ね、こう安全運転心がけるんですけど、安四号店に着きましたんで、トルクレンチをお返ししようと思います。安四くんがね、多分 YouTube ライブを見てると思うんで、忍者センズリ、無事にね ETC もクリアできました。ETC の角度がやっぱり問題だったみたいで、うまい具合に配線をまたやり直しまして、 ETC の位置決めをねやって無事行きましたということで、ライブ配信で ETC の通過を確認できましたので、これで今日は OK ということで、この元ブログを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ひろゆき Z でした。バイバイ。
やすし君が映っちゃう。運転したらいい。テレレレってあの音楽が鳴って出てくるよ。ほら見て。あれ見て。危ないよ。危ない。ねえ、絶対にこれもなんか麻薬かなんか。